今まで座長が関わった事件の話が聞きたいですかかわった、刑事じゃないけどまあなあ親しい刑事さん見たけど関わったってまあいろいろあるけどねこれ言っていいのか悪いのか私まだ言わないように言うつもあるけれどもねうん例えばそうだな連続愛犬家殺人事件とかね連続幼女殺人事件とかねオウム真理教とかいろいろありますよね。あれオウムの時はそうだったな あのー、たまたま何かの取材があってそのオウムのねあそこの,そのメンバーがやってるそのあるんですよその変な体を健康にしてどうのこうのってそれがさあの人のサイコロを超えるダイスカラ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 トンってやつダイスとヨガをやってその開運っていうのがあったんですよでその面白いからそこ行ってみようっ,て言ったらさでそれが、あのー、中野のブローデーの近くなんですがねそのビルの2階かなか狭いところ汚い格好したやつがやっててさ で変わってやんなさいって偉そうにさ「じゃあ応援なさい」と言ったわけ若いのはいて偉そうに言ってこうこう言ってほいでアメンクにはなってたからさ小林幸子さんもうちへ見えてこれでダイスでもってヨガをしたら途端にあのように売れましたってったら怒ったの私本気,の本気で怒ったんですよふざけるなったの芸能の世界甘く見るんじゃないよってったの小林幸子さんは子役でもって天才子役と言われてそれでねもう先がもうこの人は楽しい 言われたけど見事自分の力でもってあそこまで行った人で人の足を引っ張ったわけでもないし悪口言わけでもないし面倒見もいいしそんなねこうやってきて台数振ってね溶かしたぐらい乗ってくれるってなめるんじゃないよ芸能界って俺怒ったんですよ珍しく汚ね格好してさ偉そうに言ったからほいで当日スタジオ来るって言ったらスタジオ来はいいんだけどあの連れて行かれて衣装を、ね、借りたんですよあんまり汚い格好で来るからなんだあれはっつってところがそうこうしてねなんとなくそんなこと会うようになったんですよね でうちのね、あのー、事務所の人間がね昨日その事務所で仕事で遅くなって泊まったんですよ。で夜中に女の子が2人やってきたと若い女がやってきて修行の身なんですがまだ修行のねべてが今日終わってないんですいませんが、あのー、その修行のためにマッサージさせていただけますかって言ったからそれってご商売のって「い,いえお金は取らないです」と「仕事ではないですからよろしいですか」とってああじゃあお願いします」ってそれは若い女の子2人だもん気持ちじゃない,いよ、ね、マッサージしもって。 ででもあれなんでしょうねっての「そうおかしいぞん。ね正体わかんない女が夜中にやってきたら2時ぐらいにやってきてでそれで「すいませんまだ修行のあれが足りてないんで修行のためにやって来ない」って「変だろ」って「でもそうなんです」って言ったのね。で私がそれで家を出てさその時はまだ家族と一緒に暮らしてましたからあとそう家行さ あの男とはたってんで若い男とはたってて「すいません私たち今修行してるんですが」と「ああそうですかご苦労さんです」ったちょっとお時間よろしいですか何でしょう?」ってっすいませんちょっと今私たち言うことを一緒にやってもらえませんか」と、ええー、私忙しい,いけどまあいいやで何です?」ってったら「こうやってください」やって言って手を挙げてこうしてでこうやってやってやってくれこれでいいって「はいで」これをこうやってやっていや悪いけど私これから仕事行くから出てきたんであってあなたと付き合うために年、ね、できたんじゃないんだからもうこれできないから、そうですからじゃあこれを」って、ね。 あんた方ねあぶん仕事あるけど私だって仕事があるんだから悪いけどあのもう付き合ってらんないから,っ,らって言ったら、ね「すいません」って言ったらね「んだあいつらと思って来てさ当たり前にねこうしなさいああしなさいってやるんでこうやってああやってってばっかあいつらと思って腹だったのねでそうこうして分かったんですよそれオウムだったんですよ私んとこ目つけられてたんですよでもっと面白いこと言いたいんだけど それ言うとうちの昔のマネージャーが捕まっちゃったりするといけないからちょっと言えないんだけどねうん私は違うことでもってそいつを訴えたいからいうちのマネージャーは訴えたいことがあるんだけどやって捕まっちゃってもかわいそうだからねうんだから言えないんだけどいろいろありましてねで私はですからあの朝原昌子さんとあのちゃんとがあの生番組で会いましたよあの時情けなかったな弁護士さんに悪口言うつもりはないんだけどご自身のねやってるその弁護士さん自分の友人があの要するに殺害されてるわけですよ 赤ちゃんと一緒にね。なのに、その質問できないでいるんですよ、ね。テレビの前で怖がっちゃって、何にも言えない。私はたまたまそのプロデューサーに頼まれて、稲川さんもしできたらば、番組に出てもらえないかってなったんですよ。それで、その、私専門家じゃないからわかんないんですが、一般的な質問ならできるっ言ったらそうです。あの、一般の方が疑問に思っていることは何でもいいから、稲川さん、ざっくばらんに聞いていないと結構ですからって。別にどうしよう、こうしようっていう、あれではないんで、ただそのオウムのね、方が来てるからってうんで。 で朝原翔子とそれからいつも言うなんだっけあのいましたねあの彼もう一人ねこの髪の毛ロングヘアで言っていましたよあの若々しい顔でもってあの彼は捕まんなかったけど、うん、とかね3人ぐらい来たかな私一人ですよ質問したの弁護士質問しないんだもん弁護士一家がさああんな悲惨な目に遭ってるってのにあの時は情けないなと思ったねはっきり申し上げて腹立ちましたよ。 うん、で後になって「ああそうか」「朝原祥子」ってそういう人物でそうなんだなって分かりましたがねいつかしら結構事件の少し近くにいたんですよね、えー、でそんなことがあったりとかねまたある時はあのー、宮崎智という連続愛犬あの連続幼女殺人事件幼い女の子ばかりで殺されてねその女の子がさらわれてでその後殺されて焼かれて骨をあの箱に入った骨を家に届けられたって。 私キレてね私コメンテーターだったんですがもうそんなこと忘れちゃって切れたんですよ。お前なんか人間じゃないぞふざけたま似するな親の気持ちお前分かってんのかと思ったんですよね。私はもちろん子供いますがね次男は障害を持って生まれた子ででも一生懸命生きてたし頑張ってるんですよね。私はその子に本当に申し訳ないなと思いながらねでもこの子は親を恨むで泣きしてたんですよね。 親ってそうなんですよ。親ってそうなんです良かれ悪かれ何であったって愛情はあるんですよ。一生懸命育ててんですよね。それ平気で人の子勝手にさらっといて何も悪いことしてないその子をさ殺してで燃やしてバラバラにしてさ届けるふざけんなと本気で怒ったんですよ。で終わってから誰もうあまり教室現場だったんでプロスにすいません申し訳ないって本当に私あのタレントだとかコメンテーター忘れてしまって。 親になっちゃったよって言ったら「稲川さん稲川さんでいいんです」「それでいいんですよ稲川さん」「親はみんなそうなんです」「稲川さんのその気持ちは嘘でも演技でもなんでもない」「それで私はいいと思いますよ」ってプロセス言ってくれたんですよねそしたらその後連絡が来て朝京都へ行ったらば警察お偉いさん局長みんないて「すいません稲川さん番組の稲川さん宛てにこの犯人から手紙が来てるんです」でそれなんですが「 稲川さん実を言うとまだこの犯人がどの辺に住んでいるどういう人間であるこれまだ分かってないんですよ。で確かに稲川さんのおかげでこういう手紙が来たりするとその輪郭というか状況が見えてくる。でこれはお願いということじゃなくてあの絶対無理強いはできないんですが実のところで言うと稲川さんがってお話してくれるともしやっとまた犯人は何かの動きを見せるんじゃないかと思うんでっていうんでしょうね。 であの言われたんで私ね「分かりました」「あの今日も私言いますよ」って言ったら「稲川さんがその、ね、コメントする時間はちゃんとありますけどよろしいですか?」と局長の方も「稲川いいですか?」って言ら「いやいや私やらせてもらいますよ」と「役に立てることしますよ」と「分かりました」ではその分ちゃんとこちらの方でもあのもしかすると犯人が意外や近くにいるのかもしれないし分かりませんから。 ご家族の方の身の安全はこちらでもっとお守りしますから」って言ったら「いや子供だけで結構です」って言ったの私が。そしたら警察官はえ奥さんだけで結構なんですか?」って「えー、いいんです女房の方は」って言ったら「なぜです?」って言ったら「女房嫌いだから」って言ったんですよその時に。そみんな笑ったんですよね本心なのに。まあいいんですけど。<laughs> でもそんなことがあってでそのちになって情をくれましたよね。捕まって分かったのは宮崎勤と,というのはあの私のファンでもあったんですね。 あのちゃんと私もねカセット持ってましたよテープだとかで階段が好きなんですよねであのテレビでね放映されたっていうの出た映像部屋の中にあのなんかエロいビデオみたいな置いてあったりなんかしたりとか子供のあれが置いてあった人のあれは申し訳ないけど局が勝手に作ったんですね全ての局が違うあの彼は宮崎という犯人は養女趣味じゃないし 変態でもないんですよ。でどうしてそういうことになったのかというと、彼はそういったオカルト的なものに大変に興味を持っていて、そんな関係で私の話も好きだったんですね。ファンでもあった。そのファンでもあった私ボロカツ言われたもんだから手紙を起こしたけど、我慢できなくて、でもその彼は行ってはいけないというあの奥名の、まあ、奥多摩になるで、ね、あの吹き上げ飛んでで行って。 で、その吹き上げトンネル、旧吹き上げトンネル、旧旧吹き上げトンネル行った時にそのトンネルの中でふっと幼い女の子を殺さなくちゃと思ったってんですよね。そこは実際に幼い女の子が亡くなっている場所なんですよ。それまで彼ね、普通なんですよ。実は結構私、彼のこと以来調べてましてね、不思議なことが随分あるんですよ。で、それはまだあの公には出さないですが、いつか私が亡くなる前に、ある程度その 文章というわけじゃないんですが、自分が疑問に思ったこと、をいくつか書き溜めてんですよね。それを皆さんにご紹介して、後で私が向こう行ってからでもいいですから、皆さんで解明してほしいなと思っている。1つにそれがあるんですかね。ただ、その彼が殺さなくちゃって思ったのはどういうことかというと、そのあんまり詳しく申し上げることはできないんでね。あの迷惑かかりますから、その拭き上げトンネルというトンネルなんですね。大きなトンネルなって、それに急吹き上げトンネル。それに99急急。 トンネルが3つこう並んでで重なるって珍しいですよね横じゃないですよ上にでその九九吹き上げというのはうーんと昔ですよ手彫りのトンネルですよね要するにあのの、ね、奥多摩その青梅の側とそれから埼玉ですね秩父の接してるとあたりなんですよねだからその秩父の方で掘り出した石灰だとかねそのセメントですよねそれを ずっと運んでトンネルを通って、東京が持ってくるわけですよ。そうトンネルなんですよね。あの埼玉県、東京と関係ないんですよ、この辺の。山の民がいるわけだ。で、この人たちは、だから昔は馬を使ったりして、運んだんでしょうね。車は通れませんよ、山の上で。そういう道路ないですから。急ですしね。ただ、そのそばに。東京側なんですがね。あの居酒屋があったんですね。その昔。で、その居酒屋に。あの、要するに、おじいちゃんとおばあちゃんと。 それからあの奥さんとそれから孫がいたわけだ。で親子4人で持ってその店やってたんですね。で山で暮らす人は町まで遠いですから出れない。だからみんな小屋来ちゃ一杯飲んでで帰ったわけでしょうね。山のあとかで仕事する人たちはみんな。そんな嵐ねこのすごい嵐の番だったそうですがね賊が入ってそのおじいさんおばあさんもタラコだてるんですよ。 それでお母さんはこのちっちゃい子を守るんで「逃げて逃げて」って言いながらこに殺されたとそのちっちゃな女の子はそっと飛び出したんですよね雨がさーって山荒れてるんですよですぐ家のそこはトンネルですから入り口だから東京側の飛び込んだんですが明かりがない手彫りのトンネルですよねその真っ赤なやみんなが怖かったでしょうねだっておじいちゃんおばあちゃん目の前で殺されてお母さんまでやられてるそれで逃げたんだからこのちっちゃい女の子失神でかわいそうに逃げてってこの闇の中でもってどうしたか追ってきたんですその俗が。 どどういううういい人人間間かかかか男のことは分かってまますりせんよで追ってきてんですよ追ってきてきその明かりのない闇の中でこの女の子の頭パーンき割って殺してんですよ中央でで何か話があったんでしょうねで立ち入り禁止になったんですよ実際もうトンネルがいつか崩落するか分かんないしねここ古いし手掘りですからで両側の入り口東京側もその埼玉側も一応ねレンガのようにきれいで出てんですできてるんだけどもういっぱいすぐ手掘りなそのまんま。 上にこう草がファッと入っててねで両方ともフェンスっていうかな、ね、金網でもってこう入らなくなってるんですかね東京が金網が少し切ってあるんですよ入れるんだ私もそこから入ったんだけどその金網を切ったのがどうやら、あのー、宮崎さんらしいんですよねそれで入っていって周りを見ている時にそのちょうどその女の子が殺されたそのあたり行った時にああ幼い女を殺さなくちゃと思った,ったんですよそんな欲望でもなんでもないのただ単にまるで 天からの恋のように「ああ幼い女は殺さなくちゃと思った」って言うんですよ。それで殺して送ったりしてるんですよね。最後とうとう犯人が分かって山狩りになるんですがね見つかった場所がそのトンネルの中女の子が殺されたというそのトンネルの,のちょうど中央あたりですよねで捕まったって言うんですがね不思議ですよね。今私が彼に思ってちょっともうこれ変だないろいろ不思議だなと思ってるのは宮崎って本当にそんな変態じゃないんですよ。 よく真面目な人だっ,ったらねああ真面目な人間ってのはねかえってね何かの瞬間におかしくなったりするしねおかしいやつって普段見てると意外と気が付かないぐらいに真面目に見えるんだよねって人いますがねこれ本当真面目なんですよ。お父さんも大変ねあの本当非常に生真面目なとかちっちゃくな人だったらしいんですがねそういう地方の新聞の編集もしていた人でですから宮崎っていうのはもともとそんなおかしい人間じゃないはずだったんですよ。何かが彼を狂わした ただ彼がその殺したその幼女のねその死体焼いてねえバラバラになってその骨を箱に入れて送ったってその箱の話なんですがねそんな時でどうも引っかかることがあって私まだ調べてますがねでそんなことがあったそれとあとまあ大きいところではやはりこれも連続殺人連続愛犬家殺人事件関根源というねああこれもね妙な話ですよね私がやっていたテレビ東京の番組なんですがね 勝手に飛び込んだりするんですよすよいませんって言って全然何も決めてないただもうカメラさん照明さん音声さんディレクターみんないるんですが私が勝手に決めてそのうちに行っちゃったりするんですよ何しようといいんですよ何しろ出演するの一番最初私決まってたのに何をするか決まんないで出演が決まったっておかしい話でしょそれでしょうがないカメラとかディレクターとみんなで行ってたまたま池袋でロケ始めて人についてったら面白かったっつうんでそれ以来台本なしでそのうちもどこで行くか分かんなかったどん,どん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 行っちゃって群馬の辺りですよね行っちゃって えっ気が付いたらこう短板が広がってるその向こう黄色い大きな看板に「アフリカケンネル」って書いてあるんです赤い字で「んだいこのアフリカケンネル」って面白そうだなと思って行こう行ったんですよそうしたらそこにその犯人の関根源がいたんですがまあ面白い親父でねこれが話うまいんですよ何しろ楽しいでそうこうしてて犬のあったらあのマラミュートっていうねアラスカンマラミュートいい犬ですよね形のいいだから綺麗な犬が好きなんだって話でね ハス似てるけど眺め、ま、ると綺麗だねって言ったら「稲川さんこっち!」ってと言ったら「オオカミ犬ほとんどオオカミ灰色でもって綺麗なんですいるんですよ」ほいでうちにはね稲川さんね飛行少女も随分来てるって何だって聞いたらばあのその飛行少女を要するにね更生させるためにうちへ来て犬のお産なんか見たりするとみんなね真面目な子になるんですよと「生命の重さが分かるとね」って言うんですよねいいこと言うんですよなかなか。ほいであれはこれ見せしもらった そしたらその時にオオカミの話をするんですよね今度はあの白いオオカミの子供生まれるからって言うんですよええー、っつってほいで何がすごいって稲川さんねこのオオカミを連れてね散歩行くでしょそしたらねすぐ近くに大学があるんですよなあの大学の寮がでそこでスクールバスが来るんですがねそ相とスクールバス来た時に犬をオオカミ犬離しておいて自分はそのバスの裏に隠れちゃうんだってそれで名前を呼ぶとそのオオカミがそのバスを飛び越してくれるっつうんですよへえー、っすごい犬とは違うねーっ バス飛び越すすんんだよよね皆さんすごいよでそんな話をしてスカー盛り上がっちゃって「あなんかくれる」とか言うから、ね「もう、ね、いらないですよ何もいらないから」って言うのに「スタンガン持ってけ」とかさ「危ないもの言うんですよくれる」とか、ね「いいす」そうしたらあのー、ゴルフのボール「アフリカ圏でって書いてこのゴルフのボールこんなくれたんですよ私もそとんどゴルフやってなかったんですけどねでも,もらって帰ったのねそんなことなかったらさ稲川さん車くれるから車がいらないって言ったの。 もうほらきっぱなしなアフリカの話南極の話から始まってね格闘技の世界の話から何でもっても面白いんですよただもんじゃないそれでところジョイさんにねその白い女の話をしたら「稲川さんいいな白い,み欲しいなみたいな」ってすごく言うんですよ何度もでもでこっちを見たいから仕事を悩間見て当時またすごい私忙しい頃で朝からバンバン仕事やってましたよその時間を縫って行ったんですよ去年までほいでそこでもって奥さんとかね待って食事もしたんですよみんなで待って食いに。 でもその時すでにもう私が初めてた時にもうすでにね2人か3人殺してるんですよ。で次にその白いおか見に行ってあの間を見てね仕事に行ったらその時また一人殺してるんですよ。それがね初めて行った時に「そうだ稲川さん片品村来てよ片品村いいとこだからさ」ったその片品村でまた殺してるんですよね。で全然知らなかった。そうなる時ですよ急にニュース出たのがね連続愛犬か殺人事件って。で私言ったんだ。 わかんないね同じさねその犬の方面倒見るっていうの、うん、いるけどさあんなじいさんみたいに陽気で面白い人もいればこんな陰険なやつ見んのねと同じ人間と思わなかった。と警察が来て取材したいって言うんですよ。本が出てる。何のことない私がそこへ行った時にたまたま小さい子が何人か女の子が来ていて「ただ稲川さん写真いいですかね?」って言ったから「いいよ」っつって。でその女の子たちと並んで撮ったのがそのおかみさんが撮ったわけですその奥さんがね。 ったこの子たちにあげるための写真だから,だからそれちゃんと使ってるんですよ自分の本にそしたら実はあの他にも取材の人がいたらしくてそれは私が言ったんじゃなくてそのリポーターだとかタレントさんが言った話で持ってってるんですよ嘘ついてんですよいろんなここはこういうのが大変だったらいいのかってつって会誘に使ってるわけだ私そんなこと一つも言ってないんですよで皆さんそれ分かってますよっつってでその検察の方あの時驚いたのはあの狭い個室とかさ暗い部屋とかねそういうところ呼ばれてねあのどの あのー、中野のさ、あのー、サンプラザがある1階のさあれあのハンバーガーかなかの店があるんですよね人が混んでるガラス張りで見えちゃう人がいっぱいいるそこ大勢人がいるところで持って「稲川さん」って話をするんですよ。私やると2人目がパーッて言うんですよねパソコン打ってるんですよえー、っと早いですよパーッて言ってでそッとこに「稲川さんこんなんでいいですか?」こんなんなででいいですかって文章を見せて,て「ああそうでいいですよ」で聞いて「驚きましたよ」 もうその時もすでに何も聞いてて私がだって見せてもらったあのミンチの機械ね肉をほら細かくするミンチはこんな大きいなんですよでっかいもんにであれで肉作っててえっつったら何のことないそのミンチの機械で持って殺した人間バラバラしてミンチしてたの肉をそれで川投れちゃった警察の人と「皆さんあいつはねうちの解体なんか全部できるんで人間なんかね物の十号5分らは解体できるんですよね」それも細かくしちゃって川流されちゃうとそれ証拠残んないんですよ「あれみんな知ってるんですそんなことって言ってましたね え、と晩見た目じゃわからないですよねあんな楽しいあんなね嬉しい人がこういう人長く付き合いそうだなと思ったらそうじゃなかったんですねまあ他にも事件あるっちゃあるんですがねまあこんなとこですかね、えー、私が関係した事件というのはね、えー、それじゃあまた <noise> いつかこの場所で「赤い半減消せましょうか」 変だな変だな変だないるんだ,いるんだおい,おい